ここからが、よっ、うっ、遅い、かっ、おう、やっ、
これで終わりか。始めようか。土砂降り。なかなか考えがいがある。ここからが本番だ。よっ。それでは、あ、狂乱よ、巻き起こる。頑張ります。はっ。さて、どうしよう。狂乱よ、巻き起こる。覚悟は横一文字切れ。さて、どう。雷鳴よ、驚き響け。授業はこれで終わりだ。Thank you.
もうすぐ出口です。覚悟はいいか。どうしたベリア。それでは。頑張ります。火炎よ、焼き尽くせ。行くぞ。中火突撃弾。さて、どうしよう。火炎よ、焼き尽くせ。ここからが本番だ。これを使え。なかなか考えがいがある。あっ、癒しの奇跡を与えたまえ。行きましょう。なんて奇跡だ。火炎よ、焼き尽くせ。ここからが本番だ。あっ！
頑張ります。狂乱よ、巻き起これ。光よ、ここに。負けません。癒しの奇跡を与えたな。さて、どうしようか。これでどうか。ここからが本番だ。十文字切れ。行くぞ。さて、探らせてもらう。ここからが本番だ。負けません。癒しの奇跡を与えたな。それで癒しの奇跡を与えたな。覚悟はいいか。一番やり。なかなか考え。さて、探らせてもらおう。いくぞ。癒しの奇跡を与えたまえ。それでどうだ。え、行くぞ。これを使え。さて、これを使え。ごめんか。Thank you.
生。始めようか。覚悟はいった。その程度か。覚悟はいった。さて、うん、さて、その程度か。なるほど。は？なるほど。ああ。は？なるほど。や。なる。その程度か。これで終わりか。
ああ。さて、よし。サイラス。そうさ。ほう。なるほど。ふん。帰ってくれ。サイラス。
なるほど。ほう。なるほど。ああ、ふん。そして、ありがとう。それでな。実は、そうそう。それでな。なるほど。ああ。ルシアと申します。
申し訳ございません。確かに。まさか。はい。なるほど。ええ。ああ。実は。はい。わかった。承知しました。さあ。ここは。騙してすまないね、サイラス君。その声は、あなたか、イボン学長。君が変国の書の調査を開始した。ならば、きっとここにたどり着く。そう思っていたが、やはり来たか。本当に優秀だよ、君は。なるほど。ルシアが私の監視役ということか。残念だよ、サイラス君。その知識に貪欲な姿勢を私は高く評価しているのだが。どうだ、私の弟子に。断る。自分だけが知識を得ればいい。そのような考えは私の理念に反する。知識と分かち合うべき。私とあなたの考え方は
根本的に違う。そう答えると思ったよ。とても残念だ。そうそう、この家は今でも私のものでね。これがどういう意味かわからない君ではないだろう。さらばだサイラス君、そこで最後を迎えたまえ。まさか。実は授業の時間だ。どしゃ降りよ。なかなか考えがいがある。とっ負けません。癒しの奇跡を与えたな。頑張ります。どうしゃぶりや。なくて本気を出す雷鳴よ。動き響け。行く。
なかなか考えがいがある。ここからが本番だ。横一文字切れ。横一文字切れ。行きましょう。雷鳴よ。なかなか考えがいがある。横一文字切れ。これで終わるか。やれやれ。君はもっと冷淡な性格だと思っていたよ。イボン学長、テレーズ君をどうするおつもりですか？君も彼女も私の秘密を知ってしまった。生きていられては困るのだよ。だから二人一緒に仲良く死んでもらう。させませんよ。テレーズ君は
私が助けます。らしくもなく熱くなっているな。いいだろう。その石は血を結晶化させて作った。煉獄の書に記述された力の一端、メイドの土産に拝ませてやら。負けるわけにはいかない。どけ。癒しの奇跡を与えたまえ。いくぞ。負けません。行きましょう。覚悟はいいか。あれ、これでどうする輝きたまえ。ここからが本番だ。これでも食らえ。ここからが本番だ。さて、どうしようか。さて、探らせてもらうよ。行きましょう。調べさせてもらいます。覚悟はいいか。行きましょう。マジックスピードだ。なかなか考えがいがある。あっ、行くぞ。
かし、光集中していこう。光よ、ここに。覚悟はいいか。さあ、十文字切り。行きましょう。さて、どうしようか。光よ、ここに。マジックスピードです。なかなか考えないが、あっ、行くぞ。はっ、それでは光。マジックスピードです。光よ、ここに。それでは光。行くぞ。よっ、頑張ります。赤く振ってください。光、光よ、ここに。なかなか考えがいがある。光よ、ここに。さて、これでも食らえ。マジックスピードです。それで光。負けません。やばっ。そうか、これでも食らえ。なかなか考えがいが。光よ、ここに。覚悟はいいか。これでも食らえ。行くぞ。さて、どうしよう。光よ、ここに。行きましょう。光、ここからが本番だ。これでも食らえ。行くぞ。頑張ります。光。さて、本気を出す。え、行きましょう。マジックスピードです。あれ、使っておこう。行くぞ。出せん、出せん。行きましょう。火炎よ、焼き尽くせ。
マジックスピードバトル。行くぞ。これでも食らえ。覚悟はいいか。これでも食らえ。頑張ります。なかなか集中していこう。光よ、ここに。ここからが本番だ。これでも食らえ。頑張ります。それ。なかなか考えがいがある。せい。大した強さだ。バカな。なんだって。まさか。おのれ。目が覚めたかい。テレーズ君、君がなぜここにいるのか教えてもらえるかい。はい、イボン学長が誰かと話しているのを聞いてしまって、相手の声は聞こえなかったんですけど、内容はサイラス先生の命を狙う、そんなことを言っていました。それで私、その話を聞いてここまで。はい。私は君の教師でもある。だからこそ、君の危険な行動を叱るべき立場にいる。
私が君に救われたことも確かだ。礼を言うべきではあっても、叱る資格はないだろう。ただ、一つ約束してくれないか。約束ですか？行動するときは、一人で決めないこと。周囲の人間に相談してほしい。先生がそれを言うんですか？私だって、心配したんですよ。そうだな、すまない。先生、私次からは手紙を届けるようにしよう。そうそう、課題もつけなければな。はい、楽しみにしておきます。この話はもう終わりにしよう。君はもう少しここで休んで。あの先生、もう一つだけイボン学長の話で気になることが。ほう、それは何かな。先生を始末した後にイボン学長はある場所に向かう。なるほど、気になる話だ。それで、その場所というのは。私はそこへ行く。いや、行かなくてはならないんだ。イボン学長は、私とよく似た部分のある人だ。先生と？どこまでも貪欲に知識を求める。知識欲の強さはとても似通っている。だが価値観に決定的な違いがある。彼は知識を独占するために今の学長という地位を利用していたんだ。私にはそれが許せない。優れた知識は分かち合うべきだ。知識は過去から受け継ぎ、未来へ託してこそ価値を発揮する。知識を自身のみで完結しようとするイボン学長のやり方は間違っている。テレーズ君にも覚えていてほしい。知識は人々が共有すべき財産であると。財産ですか？私が授業で君たちに伝えているように、知識を多くの人々に行き渡らせること。知識を追い求めるなら、それこそが重要だと私は考えている。そして、知識を悪用する者がいるなら、それを止めなくてはならないんだ。そうですか。止めても無駄なんですね。ダスクバローに向かう。イボン学長はそう言っていました。そうか。ありがとう、テレーズ君。大丈夫。君の先生は同じ失敗は繰り返さない。より慎重に行動するさ。信じて、いいんですね。ああ、信じてくれ。わかりました、先生。ちゃんと帰ってきてくださいね。
ああ、約束だ。では君は動けるようになるまでここできちんと世話をしてもらうように。ダスクバローか。イボン学長はそこで何をしようとしていたのだろう。それにあのイボン学長の変化、一瞬で人を超越した姿になり果てた。まさか死をもたらすだけでなく生を増幅させる力もあるのか。あのような異形へと姿を変えることがイボン学長の目的だとは思えない。それに学長は裏切られたと言っていた。変国の書の原本も見つかっていない。全ての謎の答えはきっとそこにあるはずだ。ダスクバロー、一体何があると思うのだ。サイラスさん、それでは。覚悟はいいか。横一文字切り。行くぞ。さて、どうしようか。はっはっ、
なる。ここがゴールドショア。次はこの町の成果ですね。そしてあとはフレームグレースに戻り、大成果に注ぎ火を行うだけ。式年放火の旅もあと少しで終わりです。あれ、あの方は。レオニール商会のマティアスさん、こちらにいらしていたのですね。これはオフィリア様、ご無沙汰しております。あの時はきちんと挨拶もできず申し訳ございませんでした。いえ、お気になさらず。しかし大司教様がお倒れになるとは。式年放火もディアナ様に代わってオフィリア様が執り行われているとか。突然のことでご苦労も多いでしょう。いえ、私が望んだことですので。それに紹介の方々がディアナのためにしてくださった準備、今私の役に立っております。本当にありがとうございました。いえいえ、どうやらかえってお気を使わせてしまったようですね。ぜひそのお優しさで人々をお導きください。病気や貧困、そして戦乱や天災など人々の苦しみは尽きません。昨今は聖火の教えに異を唱える者まで現れていると聞きますから。それは悲しいことです。いや、余計なことでした。申し訳ございません。まずは式年放火の儀式を必ずや成功させてください。私もお祈りしております。はい、ありがとうございます。それでは私は仕事がありますのでこれで失礼いたします。しばらくこの町におりますのでまたお会いできればと思います。では。なるほど。
ほう。なるほど。なるほど。ほうほう。なるほど。なるなるほど。なるほど。冒険の騎士、押して参る。ここか。はっ！はっ！さい！さい！いい勝負。
成果。ほう、なるほど。はじめまして。おっと。いや、うん、申し訳ございません。ようこそ。ええ、うん、あの、まあ、申し訳ございません。いや、オフィーリア君。オフィリオン、よかった。安心して。ああ、オフィーリアです。
それで。お願いです。実は。陛下の加護と祝福のあらんこと、実は。いいえ、ありがとう。オフィーリアです。なんで？はい。いや。だって。あの、オフィーリア様、それで。脅迫状？正直に申し上げます、オフィリア様。私は先ほどまで迷っていました。あなたから種火を奪おうかと。
娘のリサはまだ7つになったばかり、今も不安に泣いていると思うと。しかし種火を奪うなど聖職者として、いえ人としてあるまじきこと。司教様、私は覚悟を決めました。娘のことはもう。司教様、ついたようです。相当な辛労だったのでしょう。父が我が子を思う気持ち、それはかけがえのないものです。それを利用するなんて許せません。私は司教様の娘さんを助けに海岸の洞窟に向かいます。危ないよ。いえ、知ってしまった以上放っておくことは私にはできません。大丈夫、心配しないで。はい、必ず戻ってきてくださいね。それは、うん、そしてマティアスさん、それは、はい。でしたら、なるほど。はい。Thank you.
覚悟はいいか。やめなさい。
ほうほう。ふふん。許しません。おい。いいえ。なんだと？負けません。ふん。ふふん。もう好きにはさせません。マジックフィールド。さて、どうしようか。癒しの奇跡を与えたまえ。それでは雷鳴よ、驚く響け。マジックスピードダンス。覚悟。おう。覚悟はいいか。さい。本気を出そうか。せい。覚悟はいいか。あさて、どうしようか。聖火の光、輝きたまえ。行くぞ。癒しの奇跡を与えたまえ。覚悟はいいか。大切断。頑張ります。行くぞ。土砂降り。覚悟はいいか。これを使え。負けません。雷鳴よ、驚く響け。
なかなか考えがいがあるね。せい。負けません。将来よ、巻き起これ。ここからが本番だ。はっ！へい！覚悟はいいか？ライフスキルだ。行きましょう。火炎よ、やっつけ。さあ、どう出る。これでどうか。覚悟はいいか？あ！負けません。雷鳴よ、轟く響け。なかなか考えられない。行きましょう。では癒しの奇跡を与えたまえ。頑張ります。ここからが本番だ。中華突撃弾。さあ、本気よ、光よ、ここに。行くぞ。うん。
安心して。リサ、よかった。ありがとうございます。いいえ、オフィーリア様。さて、はい、聖火者、これより我が魂と血潮を捧げし、原初の炎の灯火をこの地で人々を守りし聖火に注がん。式年放火の秘跡をもって御身の慈悲と祝福を与えたまえ。よし、ありがとうございます。聖火の加護と祝福を。オフィーリア様。いいえ、おお、ありがとうございます。オフィーリア、リアナ、どうしてここに。ヨーセフ大司教様のおそばにいなくていいのですか。そのことで、あなたに話が。話ですか。宿に部屋を取っているから、そこでいいかしら。はい。
どうぞ。ありがとう、リアナ。それで、話というのは。父様が亡くなったわ。私はおそらくもう長くはない。いや、自分の体のことだ。誰よりもよくわかっている。大司教様。父様が亡くなってしまったわ。父様が。父様が。父様が。落ち着いて、リアナ。私がついてるから、ね。私が。ありがとう、オフィリア。ごめんなさい、オフィリア。この種火があれば、父様は。種火はありましたか、ディアナ様。本当に、この種火があれば、父様は生き返るのですか。ええ、それが我らが授かった力です。あなたのお父様の死を前に、教会は何をしてくれましたか？祈るばかりで何もできない教会と、私たちは違う。この種火を捧げることで、どんな望みで…その言葉、信じていいのね。さあ、村へ。ウィスパーミルへ戻りましょう。メヨ。ごめんなさい、オフィリア。オフィリア様。大丈夫ですか？それが…いいえ。確か、
あ、そういえば、オフィーリア様。はい。オフィーリア。